水古伝水古伝108世一覧表を背音背音は中国の小説で読んだ駅書の一つである水古伝の登場人物。梁山伯第85位の高官で自腹性の生まれ変わり。あだ名は金目表で幼い頃から武芸をかじり、かなりの腕前だったので名付けられた。盲州の天国の息子であり、美しい髭を蓄えていた。縄張りの貝滑林を 超断念配下の正門神に奪われ、取り返そうとするが無ちのめされ、腕を折られて退散する。到底かなわないと、はがみしていたところ、竹松が阿弥陀際へ流されてきたので、彼にご馳走を振る舞い、熱くもてなした。恩義を感じた竹松は、セオンの頼みを聞き入れて、正門神を倒し、快活輪を取り戻す。以降から、セオンは竹松と義兄弟を誓って自分は、 企定と称した。しかし、小文神の上司である、超断蓮の一族のと頑張りリ儲方の策により、竹松は、落とし入れられて、流刑衆となる。セオンは竹松を助けようとするが、とろうに終わり、小文神に再び叩きのめされ、開活林を奪われてしまう。それを知った竹松は、ご僧役人を殺して、猛州へ戻ると、小文神超断蓮、 超毛鳳一家を斬殺して逃亡した。この一件で、セオンも盲州にいられなくなり、天国一家である両親を連れて逃げるが、旅の途中で両親が亡くなる。さすらう,うちに、竹松が二竜さんの頭目になっていると聞き、自身も二竜さんに身を投じた。二竜さんが両山泊へ合流した後は、不評軍将校として、戦いに参加。放浪討伐中。 常塾へ向かう途中に船から落ちて溺死する。ありがとうございます。